空いくよ。
変だ。今行くからね。こいつらは俺たちに任せて。ちょっと待っててね。え？あなたたち誰？ヘラクレスは来ないの？僕たちだってヒーローだぞ。ありがとう。助かったわ。あなたたちもヘラクレスみたいな立派なヒーローになってね。やっぱり俺たち弱くなってるのかな。そうだっけね。おい、あなたたちって言ってたよ。みんなで頑張ろうね。おう。よっ、た
や。Oh!
ヘラクレス。ソラ。ダハートレス。このままじゃ町の人を逃がせない。ヘラクレス、まだ頑張れるよな。もちろん。ドナルド、グーフィー、さっさとやっつけるぞ。わかった。みんな大丈夫？今のうちに外へ逃げて。さあ早く。よ
よかった。これぐらいどうってことないさ。いやお見事お見事。13機関だ。お前はシグマール。ああなんと麗しき自己犠牲の精神。これが光の心を持つ者のなせる技というやつか。何が言いたいんだ。単純明快、自己犠牲はやめとけって話。僕は自分の命を懸けてメグを救うことができた。それはお前が特別な存在だからだろ。普通の人間はそうはいかないんだよ。だからってヘラクレスのやったこと、やろうとした心を否定することはできない。自己犠牲する者を救おうとして新たな自己犠牲が生まれる。それが負の連鎖ってやつ。どこかが崩れたら共倒れって話。お前がお気に入りのつながる心も同じだ。確かにつながる心は力になるだろう。反面つながる者に苦しみや負担を与える可能性があるってことを覚えておけ。だがソラ、お前はそのままでいい。つながる心を力にして心のつながりをたどって進むんだ。誰がお前の言う通りにするもんか。いや、お前は心のつながりをたどるしか道がないって話。たどり着いた時、お前は自分の宿命を知ることとなるだろう。案外ゴールは近いかもしれないな。楽しみだ。つながる心がみんなに苦しみを。ソラ、気にすることないよ。あいつは言葉を並べ立てて翻弄してるだけさ。論より証拠ってね。僕たちが実際にやってきたことに間違いはなかったさ。だよな。うん、僕たちの今が証拠だよ。見せてやる。僕たちのつながる心の力。ああ。俺の宿命。